それでは改めまして、皆さんこんにちは。こんにちは。私たちはですね、何も持たずに出てきたんですけれども、楽器を使わずに声だけで演奏するアカペラという活動をしております。いろはと言います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、私たち、さっきのほどのね、ハピネスバンドさんは、島根の方から、出雲の方から来られたということで、私たちは鳥取県の中部の方から来まして、まあ、近いんですけどね、車で30分ぐらいで来れるぐらいの距離なんですけど、の方から鳥取から来たということで、まず1曲目は、鳥が出てくる曲を演奏していきたいと思います。1曲目は、カモメが飛んだ日です。
いい心地よい風が、ああやばいやばいね、広い空間初めてです。ですね、いい声が響かせられてよかったです。では続いてなんですが、ちょっと雰囲気が違うやつはね。そうですね。次ちょっと太陽がしっかりね今日は出ているので、太陽のちょっと曲を演奏してみたいと思います。何かとミックスされているので、ちょっとそこにも注目していただけたらと思います。涙に
渚を走る二人の髪に切なくなびく甘い潮風よ、激しい愛に焼けた素肌は燃える、心恋のときめき忘れず落とすため、真っ赤に燃えた太陽だから、真夏の海は恋の季節だと思う、渚に溶けるから、県外で、あの鳥取県から我々追っかけてきていただいた方がいらっしゃいまして、違う、あなたのファン、私のファン、そう、あなたのファン、本当でありがとうございます誤解です、ついにファンがつくようになったのね、なってしまいました、ね、さすがええ声だけのことは、ええ声ですね、はい、ずるいよ、ね、あれが聞きたい、ずるいよねあれが聞きたい、ほら、お箱のほら午前0時になった時にね、FM サインで聞けるね、そう、それそれ、それ聞きたい、鳥取統一平成の日、深々とした夜の闇に心を休める時、大人の時間ない大人の時間あの十分休憩させていただきました、ありがとうございます、じゃあ次行きましょう、次行こうということで、じゃあ引き続いて大人の時間、そう、大人の時間ですけど、さらにあの大人が増してる感じですね、はい、なんとあのアカペラではなかなかやりませんけれども、演歌に曲を続けてしたいと思っております、まあ、続けてじゃないですか、続けてじゃないですか、まあいい、まあ一曲ずつね、ちょっとこの風では続けられない、ありさ、やつされてきた、そうね、って言った、ちょっと目で成功されました、分かりましたですね、はい、では演曲しました、出していきましょう、はい、一曲目は夜桜お七、赤い花をがぷつりと切れた。
追いつけるりを蹴飛ばして、隠しきれない映り画が
口を開けば別れるとささったままの終われからする二人でいたって寒いけどどうでも抱かれりゃ暖かいわさび沢隠れ道さよしぐれ寒天橋ふらんでもふらんでも体らあらあら山が燃える戻れなくてももういいのもくらくら燃える地を果てあなたと越えたい風の群れ天城水道恨んでも恨んでも体ふらふら山が燃える戻れなくてももういいのくらくら燃える地を次の曲はですね、なんか皆さんこうアカペラ、今までのこういろんなそれぞれがそれぞれのことをしながらみたいなあの曲なんですけど、やっぱりハモる、がっつり聴きがいいかなっていうのならこの曲かなということで、選びました。まあね、昼ですけど見上げてごらん夜の星を夜になったら、ね、お送りします。晴れの日が多いということで星もたくさん見れるかなといういいです ね、 よしよしよし音を出すの忘れてたごめんなさい、はい、こんな感じ最初の1音がないとそうそう風がね大変大変ちょっとねパニックってますけども大丈夫大丈夫落ち着いて大丈夫大丈夫深呼吸してはい落ち着いてよしはいでは行きましょうお願いします1,2,3 見上げてごらん夜の名もない星がささやか
けよう、かけよう、夢を歌いなら苦しくなんかないさ。見上げてごらん、夜の星を、僕らのように名もない星がささやか幸せを祈ってる、ささやかな幸せを祈ってる。曲も歌わないとね。大体あれですよね。あのこういうの一回終わると次にまた何か新しいのやる話をするんですけど。そうそう、毎回ね、次何しようかっていう話で、ね。そう。候補はいっぱい上がるんですけど、やっぱり最後は昭和の曲。そう。残れない。令和の曲も歌いたい。で言うけども、はい、結局ね、うん、みんなが選ぶのがね、そうそう昭和になっちゃうんだよね。で今日は最後の1曲。